今ですね、友ヶ島へとから帰ってきました。でちょっと和歌山の方に来てたんで暇つぶしに乗ってみたんですけど、なかなか面白かったですよ。一応行ったのは第三砲台いうところを目的に行ったんですけど、あのね、島降りて船から降りてね、右に行ったんですよ僕ら。右に行くといろんなものがあって、ぐるっと一周回って第三砲台行くんですけど、第三砲台に最初から行きたい人、これはね、降りてすぐ左に曲がってください。そうすると近いです。足に豆できたということで、ぐるっと一周回ってきたんで、ちょっとご覧ください。ちょっと暇つぶしに、友ヶ島へ行ってみようかなと思って港まで来たんですけど、人だらけです。ガラガラや思ったのに結構人多いな。予想外。沖縄に渡るやつよりは船ちっちゃいな。すぐそこやろ、見えてるとこやろ。なんかその辺ちゃう。これに乗ります。あそこでいいよ。到着。ただいま友ヶ島に到着しました。ちょっと探索してみたいと思います。なんかパンフレットによると、自然を巡るコースと、それが 6km で、なんか施設を巡るな、建物を探索するんですけど、それ 3.3 キロって書いてあったんで、短い方を選びたいと思います。旅館。とりあえず最初にこの池尻でお手の間とか知らんけどな、に行ってみたいと思います。なんか松が多いな、こうやって見たら。この松が有名な松なんちゃう。この松が有名な、松が有名らしい。もしかしてこのコーヒーあれちゃう、通常130円が150円とかちゃうの。出ました、通常130円150円。これ黒松だ。地元で買うてから持ってこなダメですわ。だいたい港の方からここまで30分ぐらいやな、20分か30分ぐらいで到着します。まあまあ船は満タンで混んでますけど、島は広いからね。季節は11月、寒いんでジャンパー着ないとね。怖い。そうやろ、船すごいな。あれでも釣り人、ダイバーじゃないわな。船だらけや。ゴミだらけでおます。ゴミはちゃんと持って帰りましょう。ゴミはちゃんと持って帰りましょうって、うちの嫁が言っております。えらい豪勢な建物あんな、あれに、あそこに。キャンプ場のなんか、キャンプの受付かなんかのとこちゃうの。あ、ここでなんか食えるんじゃん。ここでバーベキューしてめんじゃん。あ、バーベキュー。バーベキューや、バーベキュー場。ここ見て、なんか、これ。ちょっとかわいそうなことになってますよね。何屋さん、これ多分昔、民宿かなんかやったんじゃん。あ、でもちゃんとなんかホテルみたいになってんで。うわ、古いチャリンコ、何これ、ボロボロやん、錆びてもうって。あ、きっと誰か住んでたんやな、これ。鏡置いてある。面白いな、ああいうなんか新しいのができてる横でこんなことになってますよ。人ん家みたいだって。なんか昔旅館やったんちゃう、あ、なんとか。面白いわ。サザエ飾ってる。さっきの豪勢な建物、なんかいっぱい人なんか食べてんねんけど、なんか食べれんの。カレーと焼きおにぎりとか。なんかレストランか。トイレの利用1回100円。何でも金取る。見てほら、何でも金取る。水不足だってさ。普通のレストラン、普通のこんな。ちょっとわからないんで一旦ぐるっと回る、ぐるっと回ってみましょう。島なんで水不足です。皆さんトイレ1回100円取られます。100円。おしっこは我慢しましょう。なんちゃってね。
泊まれるのが上宿泊施設かな、あの上、うん、この上宿泊施設かもしれない。あ、ハンモックや、ハンモックや、誰のか知らんけど、ハンモック、ハンモックです。一応こっち方面を行ってみようかな。これ何、椿、椿のつぼみがある。これ多分シーズンになったら綺麗ろな。すごいなこれ、めっちゃ船あるやん。お見事、お見事です。和歌山の壺も釣れる、暑いな。なんか人山越えてくると目の前にまた一つなんか建物が出てきましたよ。何やろな、あれ藤井屋別館、観光旅館って書いてあるけどどう見ても閉まっとるやん。昔は開いてたんかな。ここも閉まっております。藤井屋別館、夏だけ開いてるのかな。その割にはボロボロやで、台風でちょっとびちゃびちゃ。あ、これ台風やな、台風でやられたんやな。ちょっと見ましょうか。ほらこんな感じ、これ台風でやられたよ。なんかすごいのがこれ出てくんのかな。出てきへんかな。150円やけど、ほんたこにタイやなんやかんやおったやろな、俺イケスの中に。ボロボロやんか。台風の威力はすごいな。もう直す気もないわなこれやったらな。また来るやろしな。まもなく第二砲台。なんか壁しかないやんか。あ、ちょっと遠くから離れたとこ見たら壁やけど、近くで見たら建物やな。すごいな、ここに砲台があったのかな。確かに砲台があった感じはするな。ここからあれだよ、敵を見ながら、今船しか見えへんけど。すごいな、同じ塔が向こうにもある。まあ、あの縦枠に書いてあるようにほとんど駆逐してますね。やっぱ中入らない方がいいです、危ない。もうここもこんなんやもん。もうなんかあの辺も完全に割れてるわ。わあ、なんかこの中も部屋があったんやろうけど、ゴミだらけ。どうやったらあの中までゴミが入んねやろうか。あれは上上がる灯台らしい。どこが灯台か分からへんけど、こっちが灯台、こっちが灯台、こっちかもかな。もうちょっと人の上がってないとこ行ってみよう。外人さんもな、外人さんも。なんかここ行ったらもう野花ちゃうの、そこ。なんか松林がすごいな。あ、ええー、景色やんか。ええー、景色やで。四五千広場。いいね、こういうカップルたち。灯台の場所が分からへんけど、これは砲台の跡や。もう見事にボロボロになって思って、そのうち崩れていくやろな。すげえ怖い状態になっとるけどな。ちょっと中見てみようか。面白い、なんかこれ、このなんかプツプツみたいなところになんかこうヒントがありそうやな。それほんでさっきのなんかなんやろな、分からへんね実は。これなんやろ、これなんやろな。おお、なるほど、なるほど、ここで多分待ち伏せしたんやろな。でこうひっくり返るとここにああいう穴があって、あれな、あ、これ多分銃口を向けるんやろ。多分こんな感じや。これ敵が来たら、来た、このまま向こうへ抜けれる感じです。外で見るとこんな感じやねんけどな。もうこれ戦後何年、70年ぐらいだったっけ、そのままなんやろな多分。だからこのまま行ったらその辺に抜けの穴が見えるんちゃうかな。あ、それちゃうかな、それが穴ちゃうかな。そこそこそこ、これを行ったら先のところに出んで、行ってきてみ。いや、足場悪い。ここくじょくじょ行ったら、これ多分さっきの穴ですね、反対側の。目の前に灯台が見えてまいりました。まだ元気に生きてる灯台。これは戦後経ったんやろな。まあ、こんな感じで。出て。灯台の周りなんかあるかな、もう何にもありませんわ。なんか変な建物が建ってるだけで。
新道なんかないかな、なんか売ってへんかな。何の売ってへん。今友ヶ島灯台のなんか休憩できる場所がちょっとあって、そうで休憩してるんですけど、結構みんな座ってますわ、うん、なんかね、こう灯台映そう思って、それからドローンが飛んどんねんけど、貸してほしいな。わ、あ、よう響くわ。灯台なのかな、なんか入り口閉まっとるやんけ。この中に宝物が。出口が立ち入り禁止になった。この中入りたいな。何があんのやるな。トイレかなこれ。絶対開けへんし。全然関係ないところから戻ってきたからびっくりした。え、ほらトイレの横に俺の目的地あったんじゃん。この第三砲台だと、こうなんかあの何て言うか、アニメのなんかの場所やから、そういうキャラクターがいっぱいおるかもしれん。何鳴き声。鳴き声、ワニちゃん。結構登っていくんやな。あ、ほら鳴った。トッケトッケか。結構鳴ったで。トッケやな。あ、切り株ある。切り株ちょうどええとこに椅子あるやん。五級系やで。疲れた。なんかガンガン行っちゃうから行くしかないね。ちょっと奥まったところに入ってくると人がまばらになってきます。なんだかんだ元気のママちゃんでした。さきさき行きやがんな。右、あ、右や。右です。大仙砲台跡。どれすげえな。これ根かこれ。根やな。もう落ちてきそうだけどなこれ。だいぶ歩いてきたんで、ちょっと小展望台で休憩ですわ。え、でもちょっと変わってるやん。小展望台も展望台ちゃうんちゃう。実は砲台じゃん。ここで鉄砲撃ったんじゃん。ちょっと形が面白い。何しんだ。あ、ええやん、ええ景色やん、ええ景色やん。これはええ景色やで。これはすごいで。風光明媚や。風光明媚やな。景色ばっかり写ってる。景色ぐらいしか撮るもんね。どんぐりコロコロや。おー、すげえこれ。何それ、落石。落石じゃん。よう、この追ってきたな。落石でかい。でかい。素晴らしい。ドン。トイレあるわ、こんなとこに。ポケモントレーナーの皆さん、ここでポケモン探しちゃダメですよって書いてやります。ちゃんとしたトイレ。ここが第三砲台だと思います。行きます。こっちちゃうねんて。ちゃうの。真っ暗。真っ暗系は何にもおらんわ。おーい、真っ黒い。この中何にもおまへん。え、うん、フルはいいけど何もないよ。ちょっとここも一回減ってみるから。多分真っ黒系やで。これ言ったら絶対真っ黒系や。かけてもいいわ。ほら真っ黒けやん。誰来らんか。真っ黒け、真っ黒けやで。あー、これちょっと怖いわ。怖い怖い。上から人来ました。こっちなんもないですよね。あります、あります。あ、こっちにあるんですか。はい、行ってきます。なんや、マガよ。真っ黒け。はあ、出てきたけど、何や、よう分からん。この丸いのがなんか、え、さっきその真っ直ぐ行ったところにあったで。ほんま、うん、でまだこれどこか分からん、うん、もう暗いとこええやん。まだ明るい。明るい明るい、全然明るい。でもこっち、この辺、こっち側から人が来るよ。この辺真っ黒けん、ほら。ライトで来はんねん。ライトいるで、怖いで。俺、ほんま黒けん。もう誰かおんの。
暗いで暗いで、どこにたどり着くんやこれ。なんかある？うわ痛いって。何やろ、もしかして戻らなかな。一応探してるんですけど、何もない。パパが降りろ言う、この横にこれがあったのに。これがあったの、うん、これやで、のとこ、うん、これやで、うん、戻らなあかん。とんでもないこと発見した。今、ママちゃんがこれがあったということ。降りろ言うから。すみません、こんなとこありますか。ここなんですけど。いや、それを見に。やっぱりね。だから降りろ言う前。いや、道端歩いてたあったって今、嫁が言ってるから。もう一回戻らなの。戻ろう。しょうがないから戻るぞ。またあの暗いとこ家やん。冒険しただけやな、冒険。パパ、何のとこ行けよ。あ、これ丸いよ。ここ。なんで？一滴。ライト持って一緒についていこうぜ。無理。だってこれ出れんねんから、絶対に。無理やってそんな。出れるよ。暗いって。え？ばあちゃん。おいで。ほら。ほら。マジで？これ暗い。人のライト借りよう。怖い。ちょっと下動くとこありますか？呼べるわ。すごいな。ここ昔いろんな人が歩いてる。え？怖いよね。しかも二人とも黒い服着てるから。突然表現するんちゃうかなと思う。これどっちかですかね。あ、こっちやな。じゃあこっち行きますわ。はい、どうも。あ、もう下平らやな。で。ナイスカフェ。すごいな。真っ黒やったな。ここ出てきてできた。大冒険やないか。どうでしたか、たままちゃん。降りてくる前にそこ行っとったら行けとったの。どこよ。降りろ言う前の横やん。ここ横やん。あ、こんなとこにあるやん。だからここにある言うたのに降りろ。あの人たちみんな冒険してるだけや。まあ俺も人のこと言われんけど、ここやん、ここでは有名なこの場所を、じゃじゃーん、この感じやな。これが何っぽいって、あのラピュタのなんや、何やったっけな。結局中は暗いんやな。まあライトないと何にも見えへんよ。もう到着港に。何やろな、もう人ん家。あ、なんか下の後。へえ、誰か泊まって、この後泊まらせおったの。兵隊さんか。一応目的のものを見たんで、また桟橋へ戻ります。あと 700m。 これなんだかんだ言ってみんな見に行くとこ一緒やな。散々、面白いもんやな。人が迷ってると全員で迷うんやな。うん、あれがなんか売りなんかな、こうなんか。じゃあ見た、あれを見たやつ、あれって言うてくれたらええのに。いた。残念もね、そのまま行けばよかった。見た、言うたやん。あれをやで。あるで言うたん。あ、そうなの、ね、こっちやでって言うから、なんでこっちやねんと思って、思いながらもそっちから行けるんかな思った。全然ちゃうかった。まるでちゃうかった。ただの暗闇やった。早くや。まあ、どこや。え、こっち？こっちかな。こっちやろ。みんなちゃうとこ行くんやろな。ちょっともう一回見よう。でもなんか面白かったんじゃん。思わなかった。まあ。こういうとこしょっちゅう行ってるから、なんかな。西表とどっちが面白い？西表かな。西表。でもあのなんか変な砲台が良かったわ、砲台。なんかもっとあの、なんちゅうの、服を着るやつ。コスプレイヤーがいっぱいおるかな思って、おらんかった。誰もいねえ。多分この間の台風でしょうね、こう、木が倒れてるんですけど、根っこのとこがもうボキッと折れてる。見事。ちょっと友ヶ島、あの和歌山の神に暇つぶしに来てみましたけど、結構山の中をくるくる行くような感じで、ところどころになんか構造物がたくさんあって、ちょっとまあ戦時中の様子を伺えるような感じなんで面白いかもしれないですね。
で一応船の方は朝の9時と10時と11時かな、なんかそんな風にして分かれてるんですけど、人がやっぱ多いとね、船なんか出し放題なんで何個でも往復してくれます。今回も臨時便言って11時過ぎ取ったんですけど、11時半の船があって、もしかしたらまあまあ、2台か3台で運航してると思うんですけど、結構短期間で往復してると思いますよ。だ30分ごとぐらいごとには出てるので、別に多少、遅刻しようとも、混んで人がたくさんいてれば船は多分出てると思います。まあ、真冬のガラガラの時は多分あの便通りの足元があれやけど、その便通りの船が出てると思うんですけどね。まあ何かしらこうあのなんか物が売ってるとかそんなんはないので、ちょっと桟橋の付近にはちょっと自動販売機とかありますけど、そうじゃないのはピクニック気分でね、ハイキングのつもりでこんなクロックスなんか履かずに普通のスニーカーで来た方がいいと思います。まあできる人は登山靴がもういいかもね。僕らはクロックス。石がもう指先これ多分向けてんちゃうかな。親指が歪んどります。降りてきたすぐですけど、船来たんでもう乗ろう。間に合う。友ヶ島行き、フェリーの駐車場です。いかがでしたかね。友ヶ島こんな感じでした。ね、昔西表とかいろいろ行った時と同じような感じで、森の中ぐるーっと行って、各所にですね、昔の戦時中の、遺物みたいなものがたくさんあって、まだまだ使えそうな建物もあれば、風化しているものもあるんですけど、こう見ると楽しいんで、皆さんもどうですか。それじゃあ皆さんまた。